どうもです。私はですね、今シンガポールに来ております。まあ、それで昨日ですね、YouTube で生配信させていただきまして、まあ、マリーナベイサンズからね、していや本当に、ね、たくさんの方に見ていただきありがとうございます。その時にはね、詳しく、まあ、どういった旅行をするかっていうのはね、あえてお伝えしてなかったんですけども、ちょっとね、こちらで今からね、動画撮ってその日にもうアップしようと思っておりまして、これからまあどういったね、旅行をするのかっていうのをちょっとお伝えといいますか、報告させていただこうかなというふうに思っております。まあ、私、高校のシンガポールに来たのはね、まあ、アラスカ航空のマイルを使って JAL のビジネスクラスで、片道航空券だけ残っておりましたので、まあ、それでここに来たわけでございますけども、まあ、そこからシンガポールから、ね、別にスクートとかで日本に帰ってもよかったんですけども、まあ、ちょっとせっかくなんでね、シンガポールから来たからにはなんかね、他にこういろいろルート組んで面白い飛行機レビューできればなみたいなね、感じで計画をしておりました。まあ、それでじゃあ私がこのシンガポールからね、何に乗るのかと言いますと、結構ね、要望の多かった路線でございます。皆さんどこかぜひともね、予想といいますか、まあ多分タイトルね、それもう書いていると思いますので、もうこの動画開いてくださった時点でもう皆さんわかると思うんですけども、このね、シンガポールからアメリカ、ニューヨークですね、こちらね、直行便でね、行きたいと思っております。まあ、それで、ね、なんで私ね、これ乗るのかと言いますと、もうね、まあ、地図見ていただければ分かると思うんですけども、シンガポールとニューヨークってめちゃめちゃ遠いんですよね。うん、そう、地図で見るよりも実際は遠いと思います。日本からこうニューヨークっていうのは当然22時間30分とかかかりますので、それでも遠いと思うんですけどね、私が今回乗るやつはね、いや、すごいっすよ、17時間50分ということで、これね、世界最長路線でございます。いやーすっげえな。それでまあね、この路線を持ってるのがこうシンガポールからということもあって、シンガポール航空でございます。いやー、シンガポール航空ね、まあ何かと今までね、こう意外と普通なんじゃないとかね、そういったことも言いつつも、なんかこうね、ボーイング787-10とかそういったので動画またね、撮りにモルディブ行ったりとか、あとはまあね、いろいろこう縁があって何かと乗ることが多いシンガポール航空ですけども、今回もね、ちょっとお世話になろうかと思っております。いやー、17時間50分ですよ、すごくないですか。これね、まあ本当にだから世界最長路線ということで、実はね、以前このシンガポール航空でボーイング747でね、こちらの路線飛ばしてたんですけども、それは残念ながらこうなくなっちゃって、最近まあ1年前ぐらいかなにまたね、エアバス350って機種でちょっとね、特殊ななんかこう改造してるらしいんですけども、なんかそういった長距離で飛ばせる飛行機をまあシンガポール航空が用意して、そちらをね、飛ばしてるということもあって、まあ要望も多かった本当に路線でございます。まあ、それで私もね、こうやって普段、まあ、皆さんね、私の飛行機動画とか見てくださってるとは思うんですけども、まあ、ちょっとね、それにお答えしようという形で、実は裏でね、このシンガポール航空の最長路線をちょっと予約しておりました。はい、というわけでね、今夜私乗る予定でございまして、出発がね、ですね、ちょっと残念ながらね、私はできれば昼のフライトが良かったんですけども、0時40分でございまして、着陸がね、ニューヨーク時間の、まあ、5時30分ということで、日本時間だとだから出発は1時40分になるのか、ああそれはちょっとね、遅すぎますね。まあ、できればね、だから今夜乗っておりますので、多分この動画公開した直後に私はもうシンガポールのチャンギ国際空港にいてチェックインとかはしてると思うんですね。それでまあ私そこからその夜にもう乗る予定でございますので、ぜひともね、皆さんもし余裕のある方がいるのであれば、まあ、フライトレーダー24っていうのでね、まあ、飛行機のこうリアルタイムが分かるアプリがありまして、まあ、無料なんで、ぜひともね、それダウンロードしてね、私がね、どういったところに今いるのかっていうのをね、ちょっとチェックしながらね、ニューヨーク到着をね、楽しみにしていただければなというふうに思っております。まあ私以前こういったので ANA のファーストクラス乗りますみたいな宣言もさせていただきましたけども、まあ一応ね、今回もまあそこまでのインパクトはないんですけども、まあまあまあ、うん、やっぱりこうね、普段動画見てくださってるね、人向けにちょっとね、要望に応えたっていう感じになりました。まあ当然私としてもね、乗ってみたいなっていう興味はあったんですけども、まあまあまあ、なのでちょっと今回はあえてこうやってね、報告動画っていうのをね、作らさせていただきました。いやー、本当にね、17時間50分でなりますとね、機内食とかね、3回ぐらい出るんじゃないかなって、どうなんですかね、うん、なんかそこら辺もね、あえてまああんまり勉強しないで乗ってね、まあこう直感的なレビューをね、していこうかなっていうふうには思っておりまして、まあ、その機種っていうのはエコノミークラスがないんですよね。面白くないですか、エコノミーがない機種があるんだな、そのないあるんだなみたいな、うん、ビジネスとプレコ
プレミアムエコノミー、この2種類しかないね路線になります。さすがにだからエコノミーだとね、あのケツが割れるということで、多分人間が17時間50分耐えるのは不可能だろうっていう判断をしたんでしょうかね、まあ、それでなくてね、あの残念ながら、だから私はもう今回ビジネスクラスではなくプレミアムエコノミーをねちょっと抑えましたので、まあまあまあどんな感じ、果たしてね、まあ人間が耐えれるのか、まあって耐えれるからもちろんね、そういった路線があるんだと思いますけどね、搭乗率かも非常に気になりますよね、どういった人が乗ってるのかって。いやだってね、17時間50分ですからね、あの成田ニューヨークでも12時間30分なんで、それにプラス6時間とかした感じになりますので、いやだからね、ニューヨーク旅行にさらにこう連続でね、東南アジアの旅行もついてくるみたいなね、いやそんな路線になりますので、本当にね帰れるのかなというふうには思っておりますけれども、まあまあまあ楽しく乗らせていただこうかなというふうには思っております。というわけでね、あのちょっとシンガポール今日はねあいにくの曇り空なんですけども、まあまあまあでも夜のフライトなんで、あんまりまあ晴れも雨も関係ないかなというふうには思ってるんですけどもね。というわけで、あの今回でちょっとそんな報告動画をあの作らせて、まあこれね、あの出発直前にアップしようかなというふうに思っております。まあ、当然ね、あの着いてからできるだけ早くこの動画に関してはね、あのアップしていこうと思っておりますので、まあ、楽しみにあのしていただければなというふうに思っております。まあ、昨日はマリナベイサンズでこうライブをさせていただいて、まあ、ニューヨークでもねもちろんライブっていうのはちょっと考えておりますので、まあ楽しみにね、あのしていただければなというふうに思っております。まあ、ニューヨークに関してはね、私あの去年の11月に、まあ、ANA のファーストクラスあの乗って行ったんですけど、また再びね、あのこの旅行っていうのは2ヶ月前ぐらいに決めたので、まあ、またそんなにすぐにねニューヨーク行くのがね、あの行くとなるとは自分でも思ってなかったですけどもね、やっぱりまあでもこういった YouTube で最近はね、まあこう仕事にあのさせてもらいつつやっておりますので、ニューヨークとかねそういったところにも当然こう飛行機レビューとかしてたらね、あの行く機会っていうのも今後もどんどん増えてくるんで、もしかしたら今年はもうまた別にニューヨークにも行くかもしれないですね。というわけでちょっとね鼻も詰まってきましたので、こんな感じで今回動画を終わらそうと思うんですけども、まあよかったらね、あのぜひともフライトレーダー24ね、こちらあの概要欄にリンク貼っときますので、あのダウンロードしていただいて、今回乗る便がちょっとね、まあ検索すればわかるんですけども、あのこちらでも当然お伝えしておこうと思うんですけども、 SQ22 っていうね、まあ、シンガポールの航空の、まあ、便になりますので、それポチッと叩いていただいて、3月5日0時40分あの出発のフライトとなりますので、まあ、これはシンガポール時間なんで日本では1時40分でございまして、多分まあ多くの方はもう寝てるとは思うんですけども、まあ起きてもね、あの私あの多分おそらくまだフライト乗ってるんで、まあ、どんなところにいるのかなみたいなね、あのチェックしていただければ非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回はちょっとね、あの日本じゃない、世界最長路線のシンガポールからねニューヨークまで、実際はにあの JFK じゃないですよ、ニューアーク空港っていうね、まあ、ニューヨークになるのかな、あれはもしかしたらニューヨークじゃないかもしれないけど、まあ、ニューアークっていうね、そこの空港になりますけど、まあでも大きく見ればあのニューヨークでございます。まあ、成田東京というもんですね。まあ、そこにあの着きますので、まあ、楽しみにあのしていただければと思います。まあ、こんな感じで今回はね、あのその報告動画でございました。それではね、もうちょっと暑くなってきたんですけども、シャワーも浴びたいですね。あ、そうですね、もう今からだからマリーナベイサンズに荷物取りに行って、まあ、早いんですけども、多分チェックインもねできると思うんで、まあ、空港に早く行って編集とか動画のしつつ、まあ18時間のフライトに備えたいと思います。まあ、こんな感じで動画終わりたいと思います。それでは。